編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ。社長失礼します。はい、ちょっと急なんですけども、うん、あの受験生版タイガーファンディングの社長が出資された志願者の方が今どういう状況なのかっていうのをちょっとお話ししていただく動画を撮りたいなと思いまして。そうだね、はい、あのやらなあかんやらなあかんと思いながらなかなか時間がなくてね、ここまでちょっと来ちゃったんで、はい、ちょっと今日からあどうだろうな 3,4 本、はい、あの順番に流していきたいと思います。ありがとうございます。これまずは誰だ。はい、じゃあまずはですね、はい、あのおちくん、おちくん、はい、はい、ちょっとあの僕なりにまとめてるんでそれ見ながらね、はい、あの行きたいと思うんだけども、はい、まあなんかあの俺が視聴者の方に向けて真正面でこう喋っててもしょうがないかなと思って、はい、あの今日こんな形にしてるんだけど、はい、20人目の志願者越智健太郎君、希望金額が78万2千円で、並んでたのが細井さん、小林さん、高田さん、吉村さん、そして僕が5枠に座ってた回でした。はい、はい、で配信されたのがもう1年以上前で、去年2022年の9月23日にあの第1話の配信が始まったので、はい、本当にもう1年以上経ってるんだよね、はい、で最初多分2ヶ月ぐらい経って11月の25日にジュケメンタリーの1本目を流してるんですよ、はい、でその時には彼は遠いのでズームで出演してもらって、どうつって元気でやってるみたいなあの動画で頑張ってますみたいな動画だったんだけど、はい、それからですね、まあ、あの実は希望金額78万2千に対して僕が全部出したんですね。はい、一人出し、うん、そう最終的に一人出しになって、で、まあ、彼の希望でとにかくあの生活費が必要だっていうことで、はい、じゃあ毎月決まった金額を送ろうっていうことで、あんまりしっかり覚えてないんだけども、多分ね10月か11月ぐらいから順番に毎月うちの会社の方から固定の金額を送ってたんですよ、はい、でこれも記憶が定かじゃないんだけど多分5ヶ月とか経ってで送ってはいたんだけど、はい、でなんか LINE が急に止まったんですよ。止まったっていうか俺がまあ連絡をしても既読にならなくなったのね、はい、で実は今年3月の24日にジュケメンタリーの2本目で、はい、おちくんどうしたんだっつって、もうとにかく心配してるから、連絡くれよっていう緊急動画を流した記憶があるんですね。撮りましたね。撮ったよな、はい、うん、でそれからまたもう半年ぐらい経つか、もっと経つよな、経つと思いますよ。そう、はい、で今日に至るまでずっとね何の連絡もなかったんですよ、はい、で一応ですね、あの動画を撮って流してたのに反応もなかったから、お金の送金は一旦ね多分ですよ5ヶ月ぐらいで止めてるんだよね、はい、でそれからずっと梨のつぶてで、まあ俺も忙しいからさいつもおちくんのことを考えてるわけにもいかなくて、はい、まあ、何やってんだんなあいつと思ってずっとこう考えながら今日まで来たんだけど、実は一月ぐらい前かな僕の X に、はい、DM が来てある人から、はい、で岩井社長って、おちくん全然受験勉強やってなくてこんなことやって遊んでますよみたいなのが急に入ってきたんだよ、はい、なんだろうこれと思ったら、まあ変な名前のものがちょっと、ついてて、はい、でそれを見に行ったら、まあ、多分間違いなくこれおちくんだったんですよ。でゲームをやりまくってたね。ああ、はい、でなんだこいつもなんかもう大学受験諦めちゃったのかなと思って、はい、もうゲームに熱中してるようなあのツイッターっていうか X だったんで、で俺がすぐにそこに対して DM を送ったんですよ、はい、で何をやってるんだと、でとにかく一度連絡をこちらによこしなさいということで連絡をしたらどうなったと思う。え、まさかどうなったと思う。え、どういう可能性がある。まあ、もちろん返事が来る、来ない、下手したらブロックとかあるよね、はい、どう思う。いや、ブロックはないよなと思ってるんですけど、ということでブロックされました。ブロックだよ。返信もなくですか。そう、返信も何にもなくブロックされたっすよ。はい、
まあ何を考えてるか分かんないよな。なんでまあ当然あの彼の今どこに住んでるかはっきりとは分かんないけど自宅は分かってるわけですね、はい、なので、まあ、このまま完全に放置をされたとするならばやはり社会通念上、はい、法的な措置に行かざるを得なくて、はい、あのまあこれもまた致し方ないのかなというふうに思ってはいるんだけど、はい、まあ、たださ金額もそんなに大きいわけじゃなくて、はい、ね、これ弁護士立ててやるとなると弁護士費用の方がでかいんだよ、ね、まあ、たださ、はい、やっぱこうやついるんだなと思ってね。本当にあの俺は受験生版だけじゃなくて令和の虎の本家の方も、はい、いくつかこう投資をしてきたじゃないですか、はい、こう初めてです。こういうのあもう連絡なくて、そう連絡してもブロックされて、そう、はい、こういうの初めてで、ただ僕結構威張ってたのそれをあのいや見ろって、俺はが投資した子たちはみんな頑張ってね、はい、あの返してるとか事業うまくやってるよっていうふうにみんなに言ってたのに、はい、これだわな。ちょっと残念ですね。なんかさあの令和の虎の方でも結構あるんですよ、はい、本当にその事業がうまくいかない場合っていうのはもう当然大ごにしてあるんだけど、それはちょっと置いといても、はい、音信不通になるやつってのがいるんだよね、虎の方々と。で本当にびっくりします、これは、はい、うん、一体何がどうなってそういう状態に陥ってるのかが本当に納得できなくて、はい、まあ越智君がついにね僕の担当としては初めてそういうことになってしまったということになりましたね、はい、はい、まあでもさこうやって自分ではさ自覚があるわけじゃん、はい、行動を起こしてるわけだから、ブロックするにしても、はい、ね、お金も入ってこなくなっていて、であれ一体これからどうするんだろうとかって俺も思うけど、そういうものをずっと頭の中にねしまいながらこれから落ち健太郎くんが生きていくのかと思うと、なんかね微妙だなって思わざるを得ないよね。まあ彼は精神的に少しね問題も抱えてる人だと思うので、何か厳しい言い方をしたりとかするつもりも俺にはないんだけど、まあ、それにしてもさ病気なんて抱えてる人はいろいろいるわけで、はい、これは精神的なものも肉体的なものもそうなんだけど、でもやっぱりその、まあ、健康な人も病気の人も人間であることには変わりはなくて、ちゃんと考えることができるならばなぜこういうことをするんだろうっていうのはやっぱり僕にはちょっと理解ができない部分もあるかなと思います。まあ、こういう表現をするともしかしたら視聴者の方々の中にはいや精神的にね問題抱えてるんだから仕方がないじゃんっていうふうに言われる方も見えるかもしれない、はい、で実際にそれが真理なのかも分かんない。なので僕は、出したお金をね絶対的に返してほしいとかそういうことを思ってるわけではなくて、まあそれはそれでね流れていってしまったならもう諦めもつくんだけど、でも今後の彼のためにやっぱりこのままでいいんだろうかっていうのはすげえ思うんだけど、はい、そうですね、君はどう思いますか。いやでも本当にその2本目の受験メンタリー配信した時も連絡が取れないってなるともしかしたらちょっと命の心配があったりとかいろんな心配があって社長も声掛けしたということだったと思うので、まあ、越智君の方も何か事情があって連絡ができないことがあったかもしれないんですけど、まあ、一言でも返信をすると少し変わったんじゃないかな。いや本当に俺心配したんだよ。そうですよね、本当にやっぱりさああいう子だったからすごい心配してたら、はい、裏側でゲームやりまくってたって言われたらちょっとやっぱ残念は残念だよね。あそうですよね。ああなんかねやっぱ人見る目なかったか俺。いやそう思いたくないんだけどな本当に。まあこの動画もさ越智君自体が見るかどうかわからないけれども、はい、もしかしたら越智君の、まあ、周りにいる人とか何かでつながってる人がこれを見ていただいた時に、まあ、とにかく一度ね何でもいいから僕っていう人間に連絡を しなさいということを言ってくれると嬉しいなとは思ってますけどね、はい、まあね本当にお金の問題じゃなくなんか
まあもちろんいろんな人間がいることは分かってて、こういうチャンネルもやってるんだけど、最近もねいろんな人が来たじゃないですか、はい、まあでもあのすべからくね、はい、やっぱりあの勇気を持って番組に出てくれた人たちなので、何かこうね幸せになれるといいなと思いながら、あの今日も過ごしてますけどね、はい、はい、一旦落ち君のことについては以上です。わかりました、ありがとうございます。じゃあ2本目にまた続くというか、ね、はい、はい、受験生版タイガーファンディング志願者募集中、交通費支給もあるよ。詳しくは概要欄から。